サイエンスのさまざまな研究の場で数多い女性研究者が活躍しているが、この分野はつい半世紀ほど前まで女性には固く門を閉ざしていた。お茶博士の名で知られた辻村道夫は実験有機化学のパイオニアの一人である。辻村道夫は明治21年1888年埼玉県桶川で生まれた。三男四女の次女だった。小学校の教師をしていた父親は女の子4人をすべて教職に就かせた。病弱だった道夫は検定試験で教員資格を取り小学校に勤務。21歳で東京女子高等師範学校に入り25歳で卒業する。理科を選んだのは植物好きだった母親の影響といわれるが、日光の修学旅行で植物採集しそれを分類した旅行記が先生の目に留まった。その先生とは女性で初めて理学博士になる安井子の。男性絶対優位の逆風の中を果敢に突き進んでいた安井だが、道夫とは双方の家を行き来する付き合いだった。安井を尊敬し研究を志してはいたが、助講師を出た後7年間もの教員生活を余儀なくされる。この間助講師の先輩黒田知花は東北帝大を出て母校の教授になり、天然色素の研究で学会の注目を浴びた。それが道夫の決断を促したと思われ、学校を退職して北海道へ旅立つ。その句並びの日付を後々まで感慨深く口にしている。東北大から分かれた北海道帝大も女子に門戸を開き、助講師の後輩加藤世知は農学部の全専科を修了して副主になった。道夫も同じ農芸科学科の副主になり、その頃助教授だった近藤金助先生の指導を受けながら蚕の栄養をテーマに研究する。これが最初の研究となった。近藤先生、金助先生、有名な京都大学の先生になられた先生が、その辻村先生のご家庭のね状況なんかをご存じになってたので、あんまり長く家を離れてね北海道にいらっしゃるのもというお考えで、それで東大の医学部の医科学研究所の方に近藤先生が辻村先生をお世話なさった。でその時ですよね、関東大震災9月1日大正12年ですがね、私も小学校1年生でよく覚えてます。その時先生が元素分析のあれで資料を化学天秤、あそこにございますね、化学天秤でこう測っていろいろやってらした時に大地震が突然来て、で先生はあれだけをもう抱えて外に飛び出されたそうですね。その後燃えてしまったんですよね。研究の場を失ったことが幸運にも理化学研究所への道を開く。前年北大から入った加藤世知に次いで留学帰りの黒田知花とほぼ同時に入省できたのである。所属する研究室の主任は鈴木梅太郎。
理研の創設に関わった科学界の重鎮である。写された時期は下るが、一枚の貴重な写真が残っている。左は黒田知佳、右は辻村道夫、そして真ん中は蝶々夫人で名高いオペラ歌手の三浦玉樹。玉樹の夫三浦正太郎はタラの肝油にビタミン A が豊富に含まれていることを発見した人だが、緑茶にビタミン C を探す研究に移り、実験に道夫を使ったのである。外国では熱湯で緑茶を入れて実験し、ビタミン C は含まれていないとしていたが、道夫は日常生活で入れている温度で実験し、ビタミン C が豊富に含まれているのを確認。それを三浦辻村の共著論文として発表する一方、鈴木梅太郎の指導の下でビタミン C の動物実験に取り組む。確か三浦先生が非常にそういう、内科のお医者さんでもあったし、でなんか猿を飼ってあれして、なんか解決病にさせといて、それでビタミン C で治るっていうことを確認したというふうに伺ってますね。12世紀の初め、臨済宗の開祖永済が中国から持ち帰った緑茶は渋みに薬効があるとされてきた。鈴木梅太郎は渋みの成分を結晶化し、その正体を突き止めることを命じた。今の世の中でもやっぱりきれいな結晶を売るっていうか、要するにピュアにものを取るっていうのはやっぱりテクニックもそれから労力もすごく大変ですね。やっぱりきれいな結晶にならないと分析値がきちっとパシッと合いませんし、今はその後のいろいろな測定機器とか、それを分析構造決定する機械とかいろんなものができましたけど、その頃はまだ何も整ってなかったと思いますので、それは大変なことだったんじゃないでしょうか。でも辻村先生はもう自分が納得するまでこれでいいっていうまで、もうあれはタンニンはとっても結晶しにくいですからね。で結晶を繰り返し繰り返し、それで最後にこれでいいと思うところで元素分析やなかなさったから、今日でも世界的にも認められているそのカテキンの化学構造式を正確にお決めになったんですね。それを T カテキン1とし、昭和4年に論文を発表した。すでに鈴木梅太郎の信頼を得ており、ついでカテキンより渋みの強い成分タンニンを突き止める実験に取り組む。タンニンは結晶化が難しいので、非結晶の物質として取り出し、赤外線吸収スペクトルなどで化学構造を決定。これらの論文は鈴木梅太郎の勧めで東大農学部に提出し、昭和7年女性で最初の農学博士になった。博士の学位のと表面的なことを私は決して望んでいませんでした。研究そのものが私の生命なものですから。しかし年老いた母が喜んでくれると思ったものですから。44歳の親孝行だ。さらに昭和9年、新種のガロカテキンを発見し、 T カテキン2として発表した。その頃北大の学生が見学に訪れ、加藤世知と一緒に記念写真に収まった。このあと戦争が激化し、以後の研究は戦後を待たなければならなかった。還暦を迎えた戦後の昭和24年、制度上の女性差別は撤廃された。東京女工士も
新生お茶の水女子大になり、旧帝国大学と肩を並べた。道夫は母校の教授に招かれ、恩師安井、先輩黒田らに仲間入りした。そして大学で緑茶の研究を再開し、実験に一人の卒論生を使った。すごく孫のように可愛がっていただきましたから、先生の仰せの通りにただやったんですけど、今思えばものすごい大きなフラスコをこう振って、あの担任の結晶を出すのにたくさんのものから少し出すっていう実験を初めて、研究室、今と違って研究室にも入り込みでしたから、当時東大の OB研って言ったと思いますけど、そこにあの分析を頼み持って行ったんです、助手に なる前ですね。そして帰ってきたら先生がすごくもう走るようにして寄って、その結果ご覧になってすごい嬉しそうな顔をしてくださったのが今でも記憶に残っております。昭和30年、日本農芸科学会に提出された T 担任2の論文は、辻村と高須の共著になっている。名前は入れていただきましたけど、こっちは先生がお書きになるのを、へえこういうふうになるもんだと思って見ただけでしたけど、すごいことをさせていただいたっていうのは今でも私の誇りです。緑茶の研究一筋に32年、渋みの成分であるカテキン類4種の化学構造式が出揃ったのである。教職を捨て研究の道に踏み出した時、最初に手ほどきを受けたのは近藤金助先生だった。道夫は恩師の眼鏡にたがわず立派な業績を上げたのである。昭和30年、お茶大を定年退官して実践女子大の教授になり、75歳まで女子の科学教育に尽くした。引退後は名を頼り豊橋に住んだ。患って寝込むこともなく、その日も機嫌よく床につき、眠ったままこの世を去った。辻村先生がおっしゃった言葉であるのは、科学、この本にも出てますけど、科学者になるものにこれをやったら何年で結論が出ますかっていうような質問をする人は資格がないとおっしゃって、私たちの時代は、まあ、時代が良かったんでしょうね。そういうことは考えずに、ただやったらこういい結果になったっていう感じで、その喜びがあったのと、そういういい先生に直にご指導いただいたっていうことが幸せな時代だったかなと思います。この家の庭に没後教え子たちの手で建てられた石碑、晩年に書かれた地味の二文字には、大河の流れのように生きたお茶博士の思いが込められている。